シンプル30本ジャンク品ネット購入後編。どうも、ちーさんです。昨日の続きでございますよ。今日で最終回です。クリスマスにね、じゃんじゃん全国から届いてくる購入紹介でございます。あ、じゃあ購入じゃない、プレゼント紹介でございます。というわけでね、こちらです、シンプルシリーズね、30本セット購入価格3300円、まあ、送料抜けばね1本100円弱でございます。さあ最終回行ってみましょう。後編スタートです。さあどうも、メリークリスマス。元気ですか？クリスマスしてますか？楽しんでますか？さあ1本目はね、ザ・赤チャンピオンですね。このゲームはね、持っていてね、一回動画も上げてますね。赤ちゃんがね、戦うゲームです。結構面白いですよ。ネット相場749円ですね。そう、赤ちゃんと戦うの。結構面白いですよ、このゲームは。これはね、買ってよかったなって思ったゲームの一つ。さあ、次のゲームでーす。ザ・恋愛ボードゲーム、青春18ラジオ。ネット相場258円ですね。まあ、あれですよね。PS2 の福袋とかにね、よく入ってるゲームですね。だけどね、私持ってなかったんで、まあ今回ラッキーですね。さあ、聞こえるはずがない。チャンネル合わせる、まあ、ラジオがなんかこううまい具合にガッとなってガッとなって恋愛につながるんでしょうね。さあ次のゲームでーす。ザ・逃亡プリズナー。逃亡者の話なのかな。プリズンブレイクみたいな感じかね。プリズンブレイクってどういう意味なんだろう。プリズナーと関係あるのかな。傷も大丈夫ですね。濡れ日の逃亡者。その時男は狩人になる。ダンボールをかぶってやり過ごせだって。これいいな。ちょっとやってみようかな。真実への十字架。あれなのかな？冤罪なのかな？次のゲームです。ザ・恋愛アドベンチャーですね。これはネット相場450円。思ったより高いかな。この手のゲームだったらね、まあ大体250円ぐらいかなと思ってたんですけど。傷もないですね。まあ、この手のゲームのあるあるでね、説明書もディスクも綺麗っていうのがね、まあ、この手のゲームのあるあるですよね。物語は観客の数だけ存在するみたいですよ。観客ってどういうことなんだろう。なんかそういうステージに立つ人なのかな。さあ次のゲームでーす。ザ・テーブルゲーム世界編ですね。ネット相場340円。これ思ったより安いよな。このゲームってさ、なかなか少ないよね。この手のゲームって。ま、チェスとかはあるかもしれないけどさ。あー、傷すごいわ。どうやったらこんな傷つくんだろうね。出しっぱだからか。チェス、バックギャモン、ダイヤモンド、軍人将棋、七並べ、ページワン、セブンブリッジ、ハサミ将棋、回り将棋、ポン抜き、囲碁、麻雀、神経衰弱、ブロック、カラー、クリスタル、チェッカーだって。何？知らないゲームが結構あるぞ。ハサミ将棋はしてるけど、回り将棋って何？なんだろう。
ダイヤモンドもやったことないんでね、やってみよう。次のゲームはね、通勤電車運転士、電車で GO3 ですね。通勤編、ネット相場804円。まあ電車で GO シリーズはね、結構まだ値がつきますよね。これね、駿河屋さんで見たらもっと高かった。さあ、どんな感じなんだろうね。まあ、いわゆる電車で GO だよね。豊富な資料館モードもあるんだって。いいね。やってみようかな。あ、ちなみに、電車はね、こんな感じです。皆さん普段乗ってる電車ありますか？やっぱりいいよね、電車で GO はね。さあ次です。ザ・パーティー、右脳クイズ。ネット相場320円ですね。まあ、ミニゲームがたくさんあるって感じかな。右脳クイズってことなんでね。なんかこう、映像系の問題が結構あるのかな。何かを覚えるっていうよりは、ね。たるんだ右脳を鍛え上げろだって。5つのモードがあるって書いてあるね。でも30種類のゲームがあるんだ。違う形はどれとかね。消えた数字とか。ああ、確かに、右脳が鍛えられそうなものが多いよね。これね、おじいちゃんおばあちゃんとやるのも面白いかもしれない。さあ次です。鑑識官ですね。ネット相場350円ぐらい。まあこういう美人鑑識官がいるといいよね。なんだろう、沢口靖子みたいな感じかな。鑑識でね、まあ、あれは違うか、鑑識じゃないよね。科学捜査みたいな感じか。まあなんか面白そうです。鑑識好きの人はね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。さあ次です。ザ・バレーボール、ネット相場249円ですね。簡単操作で、いろいろできる。まあこういうゲームいいよね。簡単操作っていうのが、まあ、やっぱりさ、複雑だとさ、いろいろこう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろうね。いろいろこう、フォーメーションとかさ、細かくできるのかもしれないけど、やっぱりシンプル操作っていうのはね、やっぱり誰でも遊べるっていうのは重要だよね。ああ、やっぱ最強チーム、ロシア、強いのかな。当時強かったもんな。傷も大丈夫そうです。さあ、ちょっと後ろ見ていきましょうか。気軽に体験できるっていうのはいいよな。ボタン一発、シンプルに熱くなってくれって書いてあるね。2P ね、対戦ができるみたいです。ぜひね、遊んでみてください皆さんね。さあ次のゲームです。ザ・プロ野球2004、ネット相場250円です。まあこれはあれですよね。まあジャンクボックスだったら間違いなく100円で入ってそうな。でもハードオフでね、見たことないんですよこのゲーム。ハードオフにね、あまりシンプルシリーズが入ってないんだよな。そう、パワーアップだって。結構
ポリゴンキャラなのかな。なんか面白そうですよ。というわけでね、今回はこの10本でした。どうでした？以上30本開けていきましたね。結構当たりだったかなって私の中では思ってます。クリスマスにね、皆さん見に来ていただいてありがとうございます。少し噛んだなこれからも頑張っていきますんでね、よろしくお願いします。そして良いクリスマスを。バイバーイ。